下田市の無形文化財帯者祭りが行われました。下田市落合地区に500年前から伝わる帯者の奉納が高根白山神社で行われました。裏に鬼という字が書かれた直径1メートルの的に矢を放ち、見事に的を射抜くと、その年は災厄は退散、五穀豊穣になると言われています。奉納後には地元の子どもたちが石つぶてを投げ、鬼を退散させていました。